どうも皆さんおはようございます。おはようございます。すごい人だ、嬉しいな。いいお天気になりましたね。はい、ホンダレーシングサンクスで2019、まずはご来場本当にありがとうございます。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。お越しくださいました。ありがとうございます。さあ、いよいよここからはですね、まあ、ホンダの、まあ、レーシングマシーン、ね、ドライバーライダー、今日大勢いるんですが、はい、はい、素晴らしいですね、ゲストドライバーをお招きいたしまして、うん、そしてトークショーを行っていくというね、はい、ホンダレーシングサンクスでステージ、こちらを進めてまいりたいと思います。はい、司会進行役は私、ピエール北川と、そして、平山みゆきが務めさせていただきます。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもちょっと開催時期が早いもんですから、やや暖かい感じですね。そうなんです、我々もちょっと薄着で、はい、今年は、はい、皆さんもね、ポカポカ陽気の中で、そうそうそう、今日は本当楽しんでいただけていいですよね。はい、はい、まあね、我々もホットなですね、いろいろ感じで、うん、イベントやっていきますけれども、皆さんもホットな感じで楽しんでてください。はい、さあ、それではみゆきちゃん、はい、ビッグなゲスト朝っぱらからお呼びしちゃいましょうか。はい、シーズン半ばにもかかわらずですね、です、今日このサンクスデーに駆けつけてくださいました。はい、もしよろしければ皆さんグッズとか持ってらっしゃる方は、はい、見せていただきながら迎えていただければと思います。顔がありますよ、あそこにね、本人の顔が本当だ本当だ、ロシアの国旗も素晴らしいですね。はい、ではご紹介いたしましょう。はい、レッドブルトロドスホンダからダニール・クビアト選手です。大きな拍手をお迎えください。 Please welcome Mr.ダニール・クビアト。はい、はい、よろしくお願いします。 Welcome to the stage. Thank you. ありがとうございます。 Great to be here with all of you and all the Honda fans and Japanese fans of Formula 1。はい、今日はですね、本当にたくさんのホンダファンの皆さん方、はい、それからフォーミュラマンをいつも応援してくださっている皆さん方に会うことができて本当に嬉しいです、ということです。はい、もう一回じゃあ歓迎の意味で大きな拍手を送りましょう。ダニール・クビアト、あったかいわ、みんなの拍手が、ね、すごい、ダニール選手が、はい、もうこんなに朝早くなのに、はい、たくさん集まってて、みんな大丈夫って心配しております。心配しております。ちなみに北海道ぐらいから来た方いらっしゃいます。北海道の方、北海道いる、はい、九州の方いらっしゃいますか。九州の方、じゃあ鈴鹿近辺、 F1 鈴鹿行ったよっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。F1 鈴鹿こんなに見に来てくれた、すごい、ありがとうみんな、ね、いや、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、はい、ダニール興奮して全然座ろうとしませんからね。まあまあまあ、どうぞよかったら座ってください。もうね、朝から本当になんか昨日もなんか結構ね、このモテギ初めてなのかな、もうね。 Yes, in Motegi is my first time and luckily it's a beautiful day and fantastic weather for a good day of some racing andHopefully everyone will enjoy it and I'm glad that we can communicate so close to each other today. はい、はい、もう本当にこのモテギ自分にとっても初めてで、すごく来るの楽しみにしてたんですけど、うん、はい、なんといっても昨日も今日も素晴らしいお天気で、はいはい、で何よりもファンの皆さんとこれだけの距離で、うん、触れ合えるっていう機会、なかなか我々フォーミュラワンドライバーにはないので、 それがすごく嬉しいですと。やっぱこの距離感がね、なかなか、まあ、ドライバーの皆さんもあまり感じたことないということで、ファンのみんなのね、このあったかい気持ちっていうのはすごい嬉しいと思いますけれども、なんでもね、みゆきちゃん、昨日はあれなんでしょ、はい、なんかいろいろあちこち散策して、そうですね、ね、コレクションホールもなんか行ったって言って、行ってましたね、昨日。Yeah, so yesterday I arrived in the morning to Japan and then went straight here. We had a... 気になるな。気になってますよ。It's unusual. なんかすごい変わったものが飛んでてびっくりしちゃいました。And so I drove a Super GT Honda yesterday, just a couple of laps just to feel it was really good fun. Track is very nice and...So yeah, and then we have thanks Honda's celebration 60th anniversary dinner yesterday in our hotel, and it was great to have this anniversary and have this thanks day to all the fans.
実はあの自分昨日の朝日本に着いたばっかり で、あの空港で直接このツインリンク茂木にやってきたんですけれども、で来ていきなりあのスーパー GT のマシンに乗らせていただきまして、まあこれが楽しくて、あの周回を重ねさせてもらいましたと、で、夜はですね60周年あの、ホンダレーシングの60周年今年を迎えているということで、別のパーティーにもあの参加をさせていただいて、で、今日を迎えているということで、もう本当にあのこの素晴らしいこう記念すべき、あの年にこのサンクスデーに参加することができて本当に嬉しいです、まあでもやっぱり皆さんね、今年日本グランプリにもこんなにたくさん来てくれましたけど、やっぱりね、ダニール今年はねトロロッソで何年ぶりでしたっけ、11年ぶりトロロッソでね表彰台をあのチームとして獲得をしてくれたということでね、表彰台でも雄たけびを上げてましたよね。Yeah, it was fantastic. It was actually a very difficult race to be in. A lot of like dangerous moments, always difficult decisions to make. Not very enjoyable, but very enjoyable after you cross the start-finish line and realize you're on the podium. For our team, obviously, it was an incredible achievement to be on the podium. And the same day, obviously, Max won. So it was a double podium for Honda, first since 1992, I think.So fantastic feeling, it was a great day also. The same day my daughter was born, so yeah, it was a quite crazy few days for me.はい、本当にあのレースを振り返ってみると、まあ、決してあの簡単なレースじゃなくて、すごく難しいあの瞬間もたくさんあったんですけれども、まあ、そんな中でも戦い抜いて3位表彰台に上がり、で自分とともにですね表彰台にマックスも上がり、で本田にとってあの素晴らしい年になりました、素晴らしいレースになりましたし、で、まあ、トロロッソチームにあの自分が力をこう、何でしょう、その表彰台をプレゼントすることができたというのも嬉しいですし、で本田にとっても何か貢献ができたということは嬉しいですし、でまたあの自分 の、あの娘が、誕生、ちょうどその時にあのしたということで、もう本当にクレイジーな信じられないようなあの一日になりました。ねえ、やっぱりね、人生っていうのは面白いね、いろいろなタイミングっていうか、いろんなこう巡り合わせっていうのがねあると思うんで、まあ本当にこういうね週末があるんだということで、本人が一番びっくりしてらっしゃいますけど、どうだろう、あのもちろんその表彰台も印象的だったと思いますけれども、印象的といえばそのホンダのパワーユニットで日本グランプリにこのやってきた、そういったのでなんか特別なこう感情っていうのは生まれたりしましたか、鈴鹿で。 Yeah, it was, you know, obviously special. I always felt like Japanese fans are very passionate andeven like when I, before I was supported by Honda, but now with Honda of course it's another level, you know, we have so much more support even in Japan, so it feels great, it's like our home Grand Prix in a way, it's cool to feel this much support. Honda Power Unit のドライバーになる前から、もうやっぱりあの日本の F1 ファンって自分にとってはすごい特別な存在で、もう皆さん本当に熱心にサポートしてくださいますし、で実際こうやってホンダのパワーユニットのサプライを受けるドライバーになって日本グランプリに帰ってきたら、想像以上の皆さんの盛り上がりっぷりに本当にすごく嬉しかった、やっぱりそのホンダのファミリーになれてすごいこう喜びを感じられたグランプリでした。ね、もうもちろんねご出身はロシアではあるんですけれども、まあホンダのパワーユニットをね使ってくれてますから、まあ日本も第二のホームだと思ってね、ここはもうあなたのもう本当に好きにしていいからもうファンの人はみんなもう許してくれるから、もう好きにしてくれていいよ。So I can do whatever I want. Anything I like. Okay. 本当に何やってもいいの？言っちゃうよ。でも本当にね、さっきもね裏でやってて、すごくねまだ起きたばっかりでね、いきなりここ来てくれたんだけど、本当にねこのねイベントが楽しくてしょうがなくて、シーズンの途中にこんな楽しいイベントを経験できるってね、こういうリラックスした雰囲気ってあんまりないじゃないですか。Yeah, I mean, obviously, it's not ideal for the schedule, but we saw that Honda wanted to do it here at this time of the year, and we said, okay, we do it because obviously Honda is such a good partner with us, and to me, you know, I said, okay, I will do it because, you know, I really like Japan, I really like Honda, and it's great, you know, obviously to
to do something together with Honda. I think for the fans as well and for Honda. And yeah, tonight I go to Brazil already, so yeah, so it's quite a, I did a lap around the globe in 2 days, yeah. すごいね、本当確かにあのシーズン中にこういうイベントっていうのは本当にないことなんですけれど、でもやっぱりあのホンダの60周年もありますし、それから我々はこのホンダのファミリーとして、なんかこうファンの皆さんのためにできることはないかということで、このイベントのオファーを受けた時にぜひやろうよ、ぜひ行こうよっていうふうになりました。で、昨日自分は来たばっかりなんですけども、今日の夜にはブラジルに帰ります。すごい。ですからあの2日間で地球をこう2周する、はい、っていう、まあ、すごいスケジュールになってますね。え、はい、いや F1 の本当にドライバーっていうのはもう世界を股にかけるっていう言葉ありますけど、股にかけるんじゃなくて地球2周ぐらいもう2日間でしちゃうんで、とんでもないね、タフネスな感じがしますけれども、あ、でもブラジルに戻ればあれだ、お嬢さんがいるから早く帰りたいと。Yeah, exactly. Yeah, my family now, they are both my girlfriend and my daughter, they're in Brazil, so I will see themBefore the race, they will be there at the race, and after the race I spend a bit of time in Brazil too before Abu Dhabi. Oh. So yeah, I will be able to see them a little bit, which is nice. あのパートナーと自分の娘が今ブラジルにおりますので、あのブラジルのレースの前にはあのちょっとそういったあの家族との時間っていうのも楽しむことができるんで、本当にあの彼らに会えるのが楽しみにしてます。あの、まあ、こうやってね、本当に僕らもこうやってあの君たちを本当にすごく迎えているのに本当に嬉しく思ってるんだけども、どうなんでしょう、ホンダの人たちと一緒にこう仕事をするっていうのもあの初めてのことになると思うんですけど、その日本の、まあ、そのいわゆるスタッフの人、そしてホンダのスタッフの人と一緒にこうやってものを作っていったりとか戦っていくっていうのはどんな感じなの？とても楽しみになりますか？Yeah, I think the engine did a very good progress from last year to this year, and we are already like, we are really in the mix, and we are fighting, especially on Sundays, there is every, we are really there, and I think it's a great, and if next year we can make another small step forward, it will be fantastic, you know, so I think that's going to be important and interesting to see if it will happen.はい、あのパワーユニットは本当にあのシーズンを通してですね、ホンダの皆さんの力のおかげでもう本当にあの進化を続けていて、はいはい、であのシーズンのエンドまであの一体どんなことになるか自分もすごく楽しみにあのしているところです、はい、ね、非常にあのいいコラボレーションになっていると思います、うん、まあ、あと残り2つですかね、フォーミュラワンもね、はい、どんな感じ、もう1回ぐらいちょっと表彰台我々は見たいと思ってるんだけどもWell, yeah, me too, of course, but it's not very easy, of course. Hockenheim was a very difficult race, but yeah, I will try. Of course, for us now, most important thing is to score as many points as we can. We focus on that. We try our best to beat a racing point team in the championship, and then we will see. Then we'll just focus on our job.はい、あのファンのみんながあのポディアムの僕が見たいのと同じぐらいに、はい、いやもっとそれ以上に自分もポディアムに上がりたいんだけれども、まあ、あのフォーミュラ1のレースっていうのは非常に、まあ、いろんなこう要素があって難しいところはあるんだけれども、はい、あのチームヤマシーはもう確実に進歩しているし、であのレッドブルのファミリーとして、そしてホンダのファミリーとして、まあ、あのチャンピオンシップっていうこうものでシリーズとして考えて自分が何か貢献できるような、あのそこでぜひ結果を残したいなというふうに思っております。はい、まあ、本当にね、そのあの彼らがですね頑張れるのも、まあ、やっぱりねファンの皆さんがいっぱい応援してくれれば、ね、本当に後押しできると思いますので、ぜひ皆さんね、さすがにブラジルまで行ってみるっていう方はちょっといらっしゃらないんじゃないかなと。聞いてみる、ブラジルまで行って俺見るっていう F1 ファンいる？ああ、さすがにね、かちょっとね、誰か嘘でもいいから入って手を挙げてください。あ、入った、お一人ありがとう。え、どこにいるの、どこにいるのって言われてますけど
ダニール素直だからあんまりね嘘が通じないかなって思っちゃったんですけどね、ちょっと冗談通じないかなってちょっと心配になっちゃったんですけど、まあでもね本当にファンの皆さんには応援していただきたいと思いますし、何よりもねその先にまだまだホンダ、チャンピオンシップで、ね、来シーズン以降も楽しみだなって思うところがあるんで、ぜひ変わらずですね、ホンダファミリーを皆さんも応援していただきたいと思います。さあもうあっという間にねちょっと時間がないんですけど、みきさん、はい、そうですね、この後ダニールは実はレースやってくるんだよね。そうなんですよ、はい、ちょっといつもと違うものに乗って、ちょっと聞いてみようか、はいはい、今日はここだよ、リオレーシング。Yeah, I'm excited. It's always good to, you know, share a track with some racing friends. And hopefully we don't get too competitive and don't put each other in the wall. So. はい、あの本当ちょっとすごく楽しみにしてるんですけど、カートのレースに、ね、参加させてもらうんですけれども、まあ、あのちょっとやりすぎないようにシーズン中なんで、あの気をつけつつも、あの他のホンダのライダードライバーと一緒に、あの楽しいレースを皆さんにプレゼントしたいと思います、ね、皆さん、ダニール・クビアト選手のカートレースですけど見てみたいですか？応援してくれますか？ダニエル多分一番近いところで優勝チャンスがあると思うから頑張ってね。優勝のチャンスが。Well, let's see. I don't know. There are, I didn't do karting for a long time. If it wasn't Formula One, yeah, I would be sure. But then, karting, yeah, I will try my best. Of course. Let's see. どうなろうちょっとあのカートを乗るのがすごく久しぶりなんで、あのこのレースするのがフォーミュラーマシンでだったら自分が間違いなくあのチャンピオンになると皆さん宣言できるんだけど、カートどうだろうかな、まあ、でも頑張りますと、はい、めっちゃ素直なね、クビアト選手、本当にね優しいところが垣間見えますけれども、さあ、最後にじゃあね今日はね本当にたくさんのホンダファンもそうなんですけども、やっぱ休日ですからこの時期ね子供さんもいっぱいいらっしゃってます。あそこにほらレッドブルのねあの T シャツを着たキッズもいますし、あのぜひあの自分もそうだったように子供の時から夢を持ってね頑張ってる、そんな自分もちょっとね振り返ってもらって、子供たちにもメッセージをいただきたいと思います。 Yeah, well, thank you very much, you know, for your support. I feel a lot of support here in Japan and it's quite special for meAnd an honor for me as well to be supported by you. So thank you very much and let's enjoy this journey together. お子さんも含めて皆さんに会うことができてすごく嬉しいです。で我々は本当にあの一つのチーム、ワンチームなんで、はい、あのホンダファミリーとしてぜひあのこれからもシーズン一緒に戦ってくれることをあの望んでますということです。はい、はい、皆さんね変わらずっていうか、ここでね会ってねこんな人柄にも触れることができましたので、ね、ぜひあのダニールもこの距離感がすごく嬉しいって言ってましたので、ね、もっともっとね力を、近いところでガンガン彼に送ってね、今後のあと2レース、そして来シーズン以降にも向けてですね、ぜひとも皆さんパワーをね彼らに注入してあげてください。はい、ということでそろそろお時間となりましたので、ここでお別れになりますけども、改めてですねご紹介させていただきたいと思います。ありがとうございました。 F1 ドライバーのレッドブルトロロスのホンダダニール・クビアト選手、ありがとうございました。 Thank you for having me. Thank you so much. ちょっと押さないでくださいね皆さんね。はい、はい。